の。前回は、たくさん歓迎されたよな。庄川鉄道さんには感謝しかないんだぜ。ローカル線だけど、とても楽しかった。社員の健さんがまさかの副社長という衝撃発言を聞いたけどね。管理改札機も現実に近い感じだったし、謎の中央線全面付きゆるキャラがいたしな。社員の方がウェイウェイ言いながら歓迎しに来てくれてたのが面白かった。敵のホームに見覚えのある車両がいたけど、これ現実だと何系だったかな。そこは触れてはいけないと思う。そして北総の車両到着。何度見てもかっこいいんだぜ。わざわざ運転してもらえたのが相当嬉しかったよ。しかもこの車両はまさかのダイトレに車両提供してくださった方が提供した車両と判明、相当驚きました。一応今現在試運転中。車両提供のご協力に感謝いたします。サムネを撮影し、いざ乗車。してみたら内装がめっちゃ豪華でヤバかった。青森さんの運転の腕が相当すごくて、うちの社員は療育するべきと思っていたけど、うちには上手い人しかいなかったわと思ってしまう。そして走行中にエンダーなことがあったり、謎の生物が列車を追いかけてきていたり、その直後に脱線したりなんかがあったが、無事に終点まで行くことができましたとさ。おしまい。マジでギリギリ間に合ったぜ。ということでオープニングどうぞ。セリフ取られたー。